はい、こんにちは。プリメリ TV です。8月もいよいよ最終日になりました。本当ならね、8月の頭に、投稿しようと思ってたんですけども、ご存知の通り、日本テレビの、ぶらり途中下車の旅っていう番組で、農園を紹介していただいたこともあって、なんかプルメリアを、初めて育ててみたいっていうご相談に来られる方が本当たくさんいらっしゃって、ずっとね、毎日バタバタ と、株の植え替えやら、植え付けやら、それから相談やらってことで、とにかく例年になく、忙しい、夏になっています。で、嬉しいこととしてはですね、テレビのおかげで新しくプルメリアを育てるって方がものすごくたくさん、いらっしゃるということで、プルメリア愛好家の、人口もこれでだいぶ増えてきたんじゃないかなっていうふうに思います。さて、皆さんプルメリアお元気でしょうか。梅雨が明けて、真夏になって、今年はとにかく残暑が厳しい、予報になってますね。で、ちょっとね、おさらいということで、なんかちょっとみんなね、夏になっても咲かないなんて焦ってる方、多いんですけども、久しぶりに紙を用意しました。で、実はね、皆さん、夏が終わってしまうとかって思ってるかもしれないんですけど、今年ね、本当に梅雨らしい梅雨で、特に梅雨の後半も、低温が続いたということで、まだ真夏になってから1ヶ月経ってないんですね。梅雨明けが8月の上旬でしたから、まだまだ、成長期はこれからです。で、なんて言うんでしょう、春先ね、今年は特にずっと寒くて、ゴールデンウィークもね、本当に寒かったんですけども、だいたいうち見ててもそうだし、お客さんがこちらに健康診断を持ってこられる株なんか見ててももう本当にそうなんですけども、例年、去年一昨年に比べるとだいたいね、目覚めからもうして、1ヶ月から1ヶ月半ぐらい遅れています。なので、例年に当てはめるとね、今8月の終わりですけども、本当7月の上旬とか中旬ぐらいのステージって言ってもおかしくないぐらいで、当然開花が遅れるっていうのも当たり前なんですよね。ということで、まだまだこれからプルメリアお花上がります。で、あとはね、ずっと33度35度とかいうお盆のあたりまでね、すごい暑い日が続いてましたけども、プルメリア、南国の植物ですけども、極度な高温っていうのはね、本当に苦手です。で、逆にね、ちょっと猛暑っていうかね、それが落ち着いてきて、8月下旬から9月にかけてが一番成長するんですね。一応このことを、踏まえた上で、管理をしてみましょう。で、次、最近多いんですけどね、咲かないんですと、今年花芽が上がらないんですっていう方、先ほども話しましたけども、立ち上がりが1ヶ月から1ヶ月半遅れているので、例年に比べるとやっぱ花が咲くピークも1ヶ月から1ヶ月半遅れるのが当然です。で、うちもね、梅雨の終わり頃の本当に低温と長雨で、咲いてた花芽ってボロボロ落ちちゃったんですけども、今咲いてるのが梅雨の間に上がってきた花芽ということで、梅雨の終わり頃からね、肥料がぐんと効いて、今ニョキニョキとたくさん花芽が上がってきてるので、うちのピークは多分ね、9月に入ってからです。ちょっとね、うちはもう雨よけとかに置いてられないので、放置プレイしてるんですけども、ということで、花芽が上がってない子、肥料と、根詰まり具合、チェックしてみましょう。特にね、持ってこられる方で咲かないって方で多いのが、化成肥料 のボール状のやつとかね、粒状のやつを置いてる方が多いんですけども、化成肥料は前もお話しましたけど、窒素とリン酸とカリっていう3成分、もしくは入っててもマグネシウムぐらいかな、それぐらいなので、なかなか咲きません。その辺を踏まえた上で、肥料っていうのを見直してみましょう。まだまだね、肥料を置いて構わない時期なので、ちょっと肥料が間違えてるなっていう方、咲かないなっていう方は肥料を見直すところから、それからあと根詰まりでね、もう4号鉢5号鉢ぐらいでもうパンパンになってるやつは、なかなか咲かないです。っていうのも水持ちも悪いし、肥料持ちも悪いので、ちゃんとね、植物が栄養吸えないんですね。なので、プルメリアの花を咲かせるにはやっぱ根っこの量っていうのは非常に重要になってくるので、ちょっと、根っこの方もチェックしてみましょう。はい、で次、有機肥料ですね。未薬の肥料とかブルームブーストっていうのがプルメリアを育っている方は一番使われていると思うんですけども、やっぱ鉢数あるとね、どうしてもお茶パックに詰めるのが、面倒くさくなります。で、うちもね、ついつい直巻きしちゃいがちなんですけども、なんでお茶パックに入れるかっていう、理由なんですけどね、これはね、
有機肥料って分解されると粉々になっていくんですよね。で、皆さんプルメリアの土っていうのは水はけが良くなるようなブレンドにしてるかと思います。で、その粉々になったものがですね、土の中に入っていくと水はけが悪くなっちゃうので、せっかくさーっとこう水が抜けるような土にしてあげてても、そのうちね、水の抜けが悪くなります。あとは、土の中に入ることで土壌微生物がですね、どんどん肥料を分解していきますので、肥料のね、効き目の期間が、著しく短くなります。おそらくね、有機肥料であれば土の中も混ぜちゃえば、なんとなく経験的にですけど1ヶ月ぐらいでもうピーク過ぎちゃって、追肥しなきゃいけないっていうような感じになっちゃいますね。なので、お茶パックに入れるっていうのもちょっと本当に、意味があってですね、水はけを、いい土を物理性を維持しながら、肥料をできるだけ効率的に効かせてあげるということで、未薬の肥料とかブルームブーストを使っている方、面倒くさくてもお茶パックに詰めていただければと思います。それからね、化成肥料で粒状の細かいやつを直巻きしちゃって、もう今更有機肥料に置き換えられないっていう方、ちょっとね、最近そういう方が多くて、農園ではちょっとリンマグだけの肥料っていうのを、ちょっとそういう方にお渡ししてるんですけども、ちょっと後でネットにも載っけとくので、リンマグ有機っていうのを探してみてください。これリン酸が10でマグネシウムが5、水溶性なので速効性がありますけども、それが入ってる天然肥料 100% のリンマグ、肥料です。ちょっとそれをね、追肥的にこう化成肥料の上に乗っけてあげると、花が咲きやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、夏なんですけどね、先ほどもお話ししました、土に埋めると肥料の分解が早いっていうお話もしたんですけども、特に高温多湿な夏っていうのは、お茶パックに入れてても、分解が早くなります。だいたいね、春先であれば3ヶ月ぐらい効く有機肥料でも、真夏のこの時期だと2ヶ月程度が目安っていうふうに思っててください。なので、その場合はね、ちょっと、追肥をしてあげるということで、春に置いた肥料、もう効き目切れてると思うので、ちょっと、追肥をしてみてください。で、追肥にはね、ちょっとマイルドなタイプでブルームブーストと、あと本当に追肥専用で、リン酸とかを強化してあるエナジーデザートっていうものと、あと冬場ずっと紹介してたフルボミン EX の併用が、効果的かと思います。特にね、フルボミン EX ずっと使ってる方ね、植え替えに来られる方多いんですね。で、根っこがパンパンになってます。これ肥料の吸収を良くしながら根っこの張りも良くしてくれるので、継続して使っている方はもう本当に効果を実感してくれてるんじゃないかなっていうふうに思います。まだ使ってない人、フルボミン EX は非常に、効果的なので試してみてください。それから先ほどお話しした根詰まり、この前フルボミンをずっと使ってた方が、春6月かな、6月ぐらいからね、ずっと使ってる方がいるんですけども、7月頃、6月の終わりぐらいに買った、ペナンピーチが、もうパンパンになってるんです、根っこが。で、ベアルートでお買い上げいただいて、葉っぱが5枚出てからブルームブーストを置いて、フルボミンは毎週あげてたみたいなんですけども、5号鉢がすでに根っこがパンパンになってまして、数日前に7号鉢に植え替えました。で、根詰まりしている株っていうのはね、ちょっとあまり根詰まりすると咲きにくくなって、水も供給があまりできなくなって、お花も咲いてもちっちゃい感じになっちゃうので、この時期でもまだソフト植え替え全然大丈夫なので、ソフト植え替えをしてあげましょう。で、その際にね、土の中にだいたい 5% からできれば 7% ぐらい、レアアースという発根促進の改良剤があるので、それを混ぜてあげると非常によく根っこが張ります。なのでこの時期からの、植え替えにはレアアースぜひ使ってみてください。ちょっとね、ソフト植え替えの様子、こちらの方で動画で、見ていただこうと思うので、ちょっとご参考になさってください。はい、ソフトウェイカーはこのように、鉢の縁を叩いて、根鉢をそのままの形で、抜いていきます。で、抜いた根鉢に関してはほぐさずに、このように土を増していくようなイメージで植え替えてください。もともと春から伸び始めた根っこは、崩さないで新たに土を加えることで、根っこを、横に張らせていくというような植え替え方法になります。で、できるだけね、根っこを傷めないようにすることで、すぐに根っこが動いてきますので、こうやってトントンと、土の隙間を埋めていってあげて、植え替えは完成ということになります。
で、まあ、ちょっとぐらつくこともあるかと思うので、このようにですね、紐をかけて固定してあげると、ぐらつきが防止できて早く根っこが回るようになります。こんな感じで、固定されたので、これでぐらつきが、なく、根っこがよく張ってくれるような、形になるかと思います。はい、というわけで、ソフト植え替えこうやってやるっていうのを、ご覧いただきました。さて次、先ほどお話しましたけどフルボミン X ですね。これね本当によく効くんですね。葉面散布にも使えますし、土にかけてあげるのが、一番いいんですけども、とにかくね、海藻抽出物なんかも入ってて植物が元気になります。で、しかもね肥料の吸収を高めるっていう、土の中にあって固定されている植物が吸えない肥料なんかも橋渡ししてくれるっていう効果もあって、おそらく使っている方は実感されたかと思うんですけど、ラピッドスタートって結構ひょろひょろっと根っこが細いのがいっぱい出るんですけども、細い根っこを、フルボミに使うと太くしてくれます。でがっちりとした、根っこになるので、こちらね成長期にほど、使ってほしい、活力剤かなっていうふうに思います。であと、一番人気がありながら難しいシンガポールホワイトですね。これなかなか咲かないっていう相談が多いんですけども、まずブラックチップを予防することが大事です。でブラックチップっていうのは、ちょっと低温で多湿気味な時に、成長点が真っ黒になるっていうことで、これ糸状菌類が要するにカビですね、カビが悪さをして、成長点を潰してしまうということで、成長点が潰れると当然花咲かなくなってですね、脇芽が出てきて枝を作り直すっていう、その堂々巡りになっている方多いんですね。でそれで春先とかね、水は控えめに乾いたらあげましょうとか、梅雨時はもう室内に入れといて梅雨が明けてから外に出しましょうっていうふうに、ずっとお話ししてるので、どうしてもねシンガポールホワイト水を控えめにしがちです。でもですねこの夏梅雨が明けてから8月9月あたりがね一番ぐーんと成長する季節なんですね。でシンガポールホワイトって、ね、どうも水を少なめの方がいいっていうイメージが定着しちゃってるようですけども、夏場は本当水が大好きです。でこの時期ねびっくりするぐらい水をあげると成長するので、ちょっとかなりスパルタでですね水やりを控えている方、シンガポールホワイトに水いっぱいあげてください。根っこが張れば非常によく成長します。でその季節っていうのがもう大体8月9月ぐらいが一番成長するので、その2ヶ月にいかに成長させるかっていうのがポイントになります。であとは、この前植え替えに来られてた方がね非常に葉っぱが綺麗で、下から上までツヤツヤした、葉っぱのシンガポールをお持ちになったんですけど、それもね今年の6月だか7月ぐらいにうちからベアルート苗を植え付けて、それがね葉っぱがもうわさわさしてるんですね。でブラックチップにもなってないってことでちょっと聞いたんですけども、ベニカっていう若い、園芸用の殺虫殺菌剤っていうのがあるんですけど、なんかそれのいいグレードの1200円ぐらいするやつかな、それをなんか予防代わりに、撒いてますなんて言ってたんですけども、定期的におそらく殺菌剤を散布するっていうのが効いてて、しかもハダニとかそういうものの防除も兼ねて殺菌剤と殺虫剤を一緒に撒いてるみたいなんですけども、とにかくシンガポールホワイトはねもう習慣的に定期的に殺菌剤を撒いてると、ブラックチップにならずによく咲いてくれるので、そこ、シンガポールホワイトはブラックチップさえ克服すれば難しくないので、そこをちょっと重点的に、考えてみましょう。はい、でちょっと最後になりましたけども、花が咲かないんですってこう毎週、来られる方が多いんです。で株持参で持ってきてね、株は本当に元気で先端がちょっとプクッとしてるのは咲きやすい咲く前兆のサインです。なのでまだ花が咲かないと焦ってる方、まだ焦らなくても大丈夫です。特にね今年は花芽が上がるのが遅いっていうかね、
やっぱり春先の立ち上がりは一月から一月半ぐらいは遅れているので、通常の年から比べると開花もやっぱそれぐらい遅れてきます。なので、僕の予想ではね、9月になって花芽はいっぱい上がりましたっていう投稿が増えると思うんですけども、ちょっと焦って心配な方、今年は咲かないって諦めるんではなくてね、きちんとした肥料を追肥してみてください。あとね、夏が終わっちゃうなんて言ってね、もう咲かない今年は諦めだって言ってるけど、実はね、花芽が一番上がるのはね、秋です。で特に、まだ今年なんか本格的に梅雨でね、例年には珍しくザーッと梅雨が長い間続いたんですけども、夏になってまだ1ヶ月経ってないですよね。梅雨明け8月に入ってからでしたから、たったねこの3週間ぐらいで花が咲かないって諦めるのは、ちょっと、早いかと思います。で実際にはね、11月の上旬ぐらいまでは成長期ですので、成長させながら秋の花芽っていうのを楽しんでいくと。で今秋に咲いてもマジカルウォーターとか花の色を上げる葉面散布剤もあるので、おそらくね、今一番、素直に成長する時期のプルメリアに肥料を上げるっていうのが、一番大事かなというふうに思います。だいたいね、真夏で猛暑な時ってプルメリアもいじけちゃってね、お花もなんか、水切れしたりするとちっちゃくなっちゃうんですけども、今ね、ちょうど30度台、25度から30度台前半まで、特に30度若干切るぐらいかな、それぐらいが一番素直に成長するってことで、今温室の中の温度がね、30度なんですけども、まあ十分暑いですけどね。でもこれぐらい8月の下旬から9月頃の気温っていうのがね、プルメリア一番よく成長するんですね。なのでその時に肥料をしっかりと効かせて、成長させることで花はまだまだ上がります。安心してください。ということで、今回ね、ここに、使えばいいなっていう、おすすめの肥料を書いてます。ちょっと1個抜けてるんですけど、お花がついてる、花芽がついてる子には、スーパーブルームっていうのを与えてください。これ、リン酸値が高くて窒素分が少ない肥料です。で、成長期には、ブルームブーストが定番ですけども、まあ、ちょっとリン酸高めにしてるエナジーデザートみたいなのも使っていただくのと、後でね、ネットにも載せときますけど、化成肥料間違えていっぱい土にばらまいちゃったって方、まあ、リン酸とかマグネシウムの強化ということでリンマグ有機っていうのを載せときますので、それを使ってみてください。あとは、まあ、植え替え、ソフト植え替えするときはレアアースを使うっていうことと、まあ、花の色上げには葉面散布剤ということでマジカルウォーターとかありますので、そちらを使ってみてください。まあね、これがスーパーブルームで、これが、追肥用のエナジーデザートですね。で、こちらがブルームブースト。これがね、もう本当にベーシックな肥料なので、これ、使っている方結構いい反響が、たくさん届いてます。ぜひ使ってみてください。で、水やりの時にフルボミン EX、 これ100ミリの大きいやつもあるので、これはね本当にいい効果を発揮するので使ってみてください。というわけで、今日はこの辺で失礼します。